めぐみい勘定は、主験道の登山派の寺院である、第五次美保院における、法流を言い、またそのめぐみい流を継承する儀式を言う。正しくは、再活院、三馬屋法と言い、その企業法の一つが勘定である。主験者は、一般に、山伏と呼ばれるが、日本の古代から連綿と続く山岳信仰に、源流を発している。平安時代初期、縁のオズヌが、 山岳信仰を行い苦弱明王の受法を体得し、奈良県の葛城山を中心に、当時の律令制の進展に不安だった民衆の宗教的な欲求に応えた。これが主言道の起源である。主言道は、日本古来の山岳信仰を中心にしつつ、神道、仏教、道教、恩陽道などが集合し確立された、日本独特の宗教である。 恵ぐみ流は、第五次見本院を開いた消防が、官平七年、金峰山中で、金剛座王菩薩に化身した円のおずぬに導かれ、円のおずぬ以降、途絶えていた、大峰山を再興し、龍樹菩薩から、霊儀奏章をもって伝授されたことから始まる。消防は、大峰山を事上三上の方便の山でなく一条真実の山であると定めた。これを、 一条菩提聖党の山と言い,い、このことから登山派と言われるようになった。第五次、見本院門跡が伝統血脈を継承し、その中核をなすものが、めぐみ院法流、つまり、再活院、三魔野法である。再活院、三魔野法の最小とは、大日如来の異名であり、めぐみとは三学の知恵を意味し、院は手に結ぶ印ちぎりで、 決定不変を表し、三間屋は、平等を意味する。明治初年の神仏分離令以後相次いだ、門跡原属令、廃仏希釈、主元道金司令等に加え、第五次の存続すらも危ぶまれるに至った、時代、恵み因行、恵み因行集会などが、一山の僧、行者の結束によって開催された。これにより、長く耐えていた、海散消防会談以来の伝統、 めぐみん感情が復活は期されたが、それ以降もこの方を放出したのはわずかに数えるもののみと言われる。現在、第五次における、めぐみん法流は、企業法である、七段法、感情法、芝刀、ごま法、一村法の手法が行われている。また、これらの修行、祈りの中心、集大成として、めぐみん法要が行われる。ありがとうございます。